パチンコパチスロ大好きな皆さん、こんばんは。閉店です。えいえい。今回は東京都足立区東武スカイツリーライン竹の塚駅からめっちゃ近いピーアーク竹の塚スタジオさんに来てます。はい、ちょうど前回も同じくこちらのピーアーク竹の塚スタジオさんで撮影で、EX でね、全然当たらなくて、ブドウの落ちも悪くて、投資がすごいっちゃって、困った時のゴーゴージャグラーにね助けていただいて、なんとかねマイナス収支をちょっとね、減らすことができて、まあね、ちょっと立ち回りが下手ですね。はい、もう何年やってんだってね。ということで、今回はね慎重に台を選んで間違いなく勝てる台、まあこっちもあるんだけど、まあ勝てそうな台をね探しに行ってみたいと思います。入店やってきました、ピーアーク竹の塚スタジオさん。それでは早速店内データ見に行きましょう。その前に消毒ね、やっぱ消毒はもう365日ね関係なく大事でございます。それでは行ってきましょう。まずは1階のパチンコフロアからね、深夜もねタイプレイ30回、反対側44の45で34回、30回はもう一度だったかな、22回とか、はい、すごいね。延々53回で、こちらが北斗の闘神46回、防御性31回で34回、29回ってありますね。花のケージが37、26、30、27、39、34とすごかったですね。パチンココーナー、2階が低貸しのパチンコなので、パスして3階行きます。3階今まで低貸しだったんですけど、バルブレイブカラクリサーカスが、移動したということで見ていきましょうね。あれ前バルブレイブだったよね、カラクリになってるね、6000枚5000枚3000枚5000枚と、はい、カラクリサーカスで4000枚3000枚、あと5000枚ありますね。そしてシンホギアが入ってる。シンホギアが2400、3800、5600、バルブレイブこっちに移動してましたね。8700枚、8900枚で3600枚、はい、万枚でございます。13419枚、おめでとうございます。そして5000枚、そしてもう1台万枚2代目11262枚と、すごいねバルブレイブ。はい、俺も出してみたいわバルブレイブで、座る勇気がない。それで4回行きましょうね。さあ勝てる台を探して今日こそは勝つぞ。それでは早速ね ATRT から紹介していきましょう。セイントセイヤ6000枚、あと3000、4000かな。続きましてモンキーターン2900、3600、3100と、3000、3000、ついに北斗無双が入りましたよ、ね、あ、もしかして北斗無双で奥があれか、スマソロの北斗の剣か。すごいね、ワンボックス北斗だ。46回2900枚、47回3300、53回3000枚、48回で2900枚。あー、なるほど。まあついて一番出てるのはどれだ、北斗無双3000枚か、うん。じゃあ続きまして北斗の剣、すごいね。ちょっと枚数は3000枚ですけど109回、こちらは80回です。90回で展開物にするとやっぱね8000枚とかいきますね。手前137回で18,839枚、万枚3代目本日。はい、92回、もう90回っていう台がもう一度ありますね。81回とね、オスマン長方、これの台が一番出てるかな。46回で6500枚、お隣が36回で4200枚、あと角が38回で3600枚と、でガルパンが角角で71回2700、36回2500と。続きまして天然97回で4100枚、73回で4500枚、乙女この台が一番出てる、いやー文字で出てたな、69回で5900枚で、角から2番目が70回で6600枚です。カバネリ35回で2500枚、奥の方に28回で2300枚という台がありますね。はい、スマソロの永遠の消防隊55回で5200枚で1個飛んで、58回で4300枚またまた1個飛んで38回で2200枚とね。棒振り角台が54回で5400枚ですね。万枚ゴジエバ11,889枚、お隣のゴジエバも9000枚と、縛りを今売ってるお客さんが8000枚、ここからジャグラーコーナー行ってみたいと思います。
ファンキージャグラー137分の1。まあまあ試行回数あって140分の1ですね。29の17。まあもうちょっと欲しいですけど、この台が一番いいのかな。26の18で111分の1。EX で強い台は、この台が今135分の1か。137分の1。続きまして、マイジャグラー5。これが一応140分の1だけど、回数はすごいね。35の15と。このお兄さん打ってる台強いね。あ、すいません。ごめんなさい。106分の1。46の22。すごいね。あれこれはまだこれの方がなんかいいですよね。ちょっとレギュラー。多分設定そんな変わんなそうな気がするんですけど、まだこっちの方がいいかなって気がするな。あれも捨てがたいけどね。112分の1。そんな設定変わんないような気がするんだよな、俺は。通常あっちの方がいいんだけど、なんかやっぱこの56っていうのに惹かれるんだよな。前回も EX スタートだったけど、頼むぞ EX。 はい、ということで今回はこいつ行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回ヘイデ君が選んだ例は北根石さんのアイムジャグラー EX。 お時間があと20分でございます。もしかしたらね、ちょっとね、後ろの合算のいい台に移動するかもしれない。うん、おさりパッチャスだね。ブドウいいよ、ブドウ大事だから。長く打つ分にはあんま気にしないんですけど、来店とかで行った時も一応ブドウは数えるんですけど、そんなに気にしてないです。ただやっぱこの企画に関してはやっぱ時間が短いので、やっぱ本当ベースがすごい大事。たまに狂ったようにね、投資1本で70回80回回る時もあるんで。危ね。今回撮影に協力していただいたこちらピーアーク竹の塚スタジオさんの宣伝をちょっとだけ。1階がまあパチンコフロアですね。4円パチンコ、まあ、エヴァンゲリオン、そして新しく導入されたラッキートリガー搭載の、花の刑事、こちらの方が押す、まあ押してるって感じですよね。公共性なんかもいいような気がするんですけど、はい。でスロットコーナーが3階、3階に低貸しコーナーに新たに加わったカラクリサーカス、バルブレイブ、そしてシンフォギア、この3機種ね。そして4階はね、北斗無双が入ったあの圧巻のワンボックス北斗コーナー、はい、あそこじゃないかなと思います。あとはジャグラーコーナーもやっぱね、設置台数多いので、まあ、ジャグラーもしてると思いますので、ね、各フロアね、もう楽しめる状態になっておりますので、こちら P アーク竹の塚スタジオさんに遊びに来ちゃってください。ということで、ヘンテン君、今回アイムジャグラー EX で行ってみました。困ったゴーゴージャグラーに頼るのかな。最後までご覧ください。あとはゴーゴーランプ、さあ、おう、やったー、トシッポーン。何ゲームから打ち始めたのか分かんない。ありがとう。あ、閉店空カードを置いてないからいいのかな。頼む、よし、やったあれ、ここどこだったっけ。ピーアーク竹の塚スタジオさん、いい店ね、いらっしゃー。投資一本です。いやー、でもね、 EX で当てられたのはでかい。ビッグの獲得枚数がちょっと多いんでね。さあ、いらっしゃー、いらっしゃー。さあ、お時間があと16分あります。1ゲーム連チャン、チャンス、ブドウ、ブドウ、ブドウ大事です。サッケー、もう今日はビッグで OK、 やりました。あれ、ここどこだったっけ。ピーアーク竹の塚スタジオさん、いい店ね、やりました。祝福されます、祝福されてます。これはでかい。今日はもう負けないでしょ、さすがに。さすがに500枚は飲まれないわ。さあ、お時間いっぱいあるんで、もっといきましょう。ほんと、まあ、いつまでこれで終わりなんだけど、 EX はあと1ゲームある。はい、ありがとうございました。でかい。さあ、頑張っていきましょう。1ゲームレンチャン、チャンス。うい、残念。今までね、1ゲーム連チャンチャンスがね、
気合が入ってなかった、うん、正直に適当にやってた引かんねえと思ってたからそうそう、ツイッターでね、旧ツイッターでね、あの X で、あれここどこだったっけってあのこうちょっと流れるんですけど、あれをあれここどこだったっけに変えてくれませんかっていうねコメントがあったんですよ。で僕もちょっとねリニューアルしたいなと思ったんで、あいいですよ、ちょうど作り変えようと思ったんで、じゃああれここどこだったっけに変えますねって言って変えたのが前回ちょうどあのね困った時のゴーゴージャグラーで流れましたけど、やりました、チェリー重複18回転おおマジか、おおマジか、負けなんだねまあまあまあ、いやでもでかいそうそう作り変えたんですよ。ちょっとねまだ調整が必要かなって感じなんですよね。ちょっとこのあれここどこだったっけのこの僕が喋るタイミングとちょっと合ってないような気がするんで、もうくだらない話はしたくないので、あこれはくだらなくなくいいか、あれここどこだったっけ、はい、じゃあ行きましょう。やべえ三ペカです、お時間がまだあと12分ある、12分もある、はい、一ゲームちゃんチャス、うい残念、さっきねまあ台を決めてねこいつで行ってみたいと思います、えいえいって言った後にまあカメラマンさんがね、三脚を取りに行って、セッティングしてる時にあの今日ね朝からね V 君ちょっとちゃんと聞けばよかったな、あの朝から来店されてる男の青年がいましてね、まあ、その子がまあ朝からバルブレイブをほんとちょっと前まで打ってたと、で5000枚出したっていう、まあこの時間まで打ったんでちょっと最後に軽く挨拶せっかくなんで挨拶したかったんでって言って挨拶してくれました。なんとねパチスロ必勝ガイドの方らしくて、すいませんね存じ上げなくて、本当にすごいイケメンで、ぜひね気になる方がいましたらちょっと動画が上がってるのかどうかわかんないんですけど、まあこれからねどんどん多分ね、秘書ガイドさんで動画とか撮ったりとか上げていくと思うんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、さあもう話することはない光っておくれ、減らしたくないよ、やめてもいいね、もうね残り10分だけどやめちゃうかそれはない、あー全然関係ないんですけど、すっげえくだらない話今人生でマックス体重いきましたねもう腹が苦しいっていうのもあって3日前ぐらいから筋トレを始めました続けられるかどうか分かんないんで、こんぐらいにしとこうかな、あれやってるこれやってるとか言っても、ね、結局続かなかったら意味ないんで、まあ、続けられて、まあね、痩せることができたらどんなことをやったのか報告はしたいかなと思いますけど、まあ、続くかどうか分かんないでね、まあ、でも自分の中ではなんか続きそうかなとは思ってる、うん、なんかね別にね体重は気にしないんですよ僕、うん、別に今の体重のままでもいいんですよね、お腹がへっこめば、はい、まあ、あとねあの今3歳6ヶ月7ヶ月の子供がいるんですけど、まあ、僕もう50歳じゃないですか、で彼はどん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 大きくなって僕はどん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 年老いていくんで、やっぱ力で勝てなくなってくるわけですよ。だからそこで抗うと、ね、まだまだ若いもんには負けねえぞと、親父は強いんだぞっていうところをね見せなきゃいけないんで、ちょっとこの筋トレだけはちょっとね日課にして続けていきたいなと思います、はいどうでもいいか、あーなんかブドウの落ちが悪いな、困ってないけど困ってないけど困ったゴーゴージャグラー行くブドウ悪くなったからでもブドウがちょっと落ちてるよ、さあ気合い入れてブドウ、さあ100回転ジャグレン終わっちゃいました、大丈夫大丈夫、ここで光るのが一番嬉しいよ、100超えてすぐぐらい、お時間はあと3分、あ気がつけ3分だ、移動なんか知らないいいよ、今ちょっとやめたいっていうちょっと弱気なこと思っちゃう、ダメ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 、うん、強気で強気で、さあもういつだってもおかしくないんじゃないか、あおかしくない、やめていく
これで光ってくんねえかな。残念。あ、165回転回したよ。何枚減ったかな。お、400ある。400ありそうな。400あるよ。あんじゃない。お、超えた。446欲しいな。ねえか。はい、437枚。はい、ということで今回の結果437枚。やった。はい、実践終了。実践終了。やったー。ということで今回こちら、Pアーク竹の塚スタジオさんで実践した機種は、北電子さんのアイムジャグラー EX を打ちまして、投資が1本、こちらのお店46枚貸しなんで46枚で、獲得枚数が437枚ということで、プラス391枚です。やりました。いやー、もう1回当てたかったっすけどね。時間も結構あったんでね、12分かな、レギュラー引いた後ね、残り12分あってね、実際まあ160回転ぐらい回ってたんで、もう1回当ててもおかしくなかったんですけど、こっちがねちょっと足んなかったですけど、まあでもビッグビッグレギュラーでね、大きくプラスにすることができました。ということで引き続き頑張っていきますんで、応援の方よろしくお願いいたします。次回も勝つぞ、えいえい。